皆さんこんにちは。乃木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回は3分間で学ぶ研究者として成功するために知っておきたい格言21ということで、ピアレビュー制度を野球に例えてみたということで、新しい企画として、若き、これは実年齢だけではなくて精神年齢もなんですけれども、研究者と研究者の卵の方に向けて研究者の格言コーナー、どうやってサバイバルしていけばいいのかということの指南なんですけれども、今回のピアレビュー制度を野球に例えてみたということなんですけども、これ何かと言いますと、ピアレビュー制度があんまりね、研究者以外の人には理解されてないんですよね。で、ピアレビュー制度っていうのは、自分が論文を書くっていうのはもちろん重要なんですけれども、他人の論文を、査読するというのも、研究者としてすごく重要なことなんですよ。で、なぜかというとですね、これツイッターで言ったんですけれども、ピアレビュー制度は野球に例えるとですね、守備というのは、論文出筆であって、攻撃の方は査読のようなものだということで、論文執筆者も査読者も選手としてゲームに参加しているわけですよね。ですから守備だけ攻撃だけというのは許されないわけですよ。つまり論文を書くだけ、査読をするだけで論文を書かないというのも許されないわけなんですね。で、ですから大谷翔平選手みたいにどちらもすごい人がやっぱり尊敬されるわけなんですよ。ということでですね、これ例えてみると、守備側はですね、筆頭著者というのはやっぱりピッチャーですよね。筆頭著者で、コレスポンディングオーサーというのはなんか司令塔なんで、キャッチャーみたいな感じですかね。で、その他の協調者というのは、守備陣であるということですね。で、攻撃側というのは打者ですね。打者が攻撃側なんですけれども、打者というのは査読者ですね。査読者が、それをこう投手が投げたものをチェックして、やるわけですよね。で、ゲームの運営はですね、エディターですね。エディターが、審判員がエディターですよね。で、エディターはピッチャーが投げるのと、バッターが打つので、それでジャッジをするわけですよね。ですから、レビューリゾルトが来た時に、このレビューリゾルトが正しいのかとかいうこととか、複数のレビューのリゾルトを見て、で、それで、著作を見て、それでそれを採用するか採用しないかをジャッジするのは、審判員ということでエディターで、観客はですね、観客は、お金を払う場合もありますし、お金を払わなくて読む場合もありますけれども、読者であるとか図書館であるということなので、個人的にはですね、査読のみ、つまり打つだけで論文書かない、そういうDH 制度っていうのがあり、指名打者制度っていうのがありますから、あんまり僕は好きじゃないですよね。ということで、その部分だけは違いますけれども、論文はですね、書くだけではなくてレビューもしないといけないということが、言われているわけです。ということで、今回の話は終わらせてもらいます。